皆さんこんばんは。今回はですね、はい、プロの寿司職人の方に。寿司職人、しかもちょっとなんかいろいろ賞とか取ったりされてる方なんですね。大賞来ました。大賞来ました。わかります。甘みを引き出してやるためにはこういう作業が必要ですね。これが細工握りと言いますね。細工握り。続いてゲソですね。はい、醤油が絡みやすいようにひと手間ですね。はい、バンドですね、海苔の。で今度は逆に大葉をバンドにする。ゲソちゃん。で今度はこっち側のね、はい、さっき下ごしらえしていただいた、はい、5種類以上ありますけど、はい、まずノーマルから、はい、ね。皆さんこの煮らずにこの米を片手でちょっとこう減らしてこう言ってるんですよ。具合だけで、うん、これ何粒かくあそうってしてるんですよ。足りなかったら足したりとかしてるんですよ。足したりはしません。捨てしゃりはするんですけど足しゃりはしないです、ね、あそうなんだね。男が一回決めたらね。だから足しゃりです。そういうことよね。どんどん握られていくな。早い。確かに。でもゆっくりしてますよ。美味しそう。うわあこれ美味しそうなやつ。今握っていただきました。先ほど下ごしらえしたイカたちですね。今から盛り付けをしていくそうです。完成しました。ちょっとねレモンを添えたりしてね、塩とかね。タイトルをお願いします。せっかくなんで。イカ尽くしです。イカ尽くしです。いかがでしょうか。いかがでしょうか。実食の方をねしていきたいと思います。どれから行くんですか。もうまずここでしょう。うわー一番美味しそうなやつ。そのちょっと待ってください。はい、大将が。あ、お塩。大将がレモンがかかります。おお、なるほど。そのまま食べてください。あ、つけずに。はい、そのまんまらしいですよ。うまそう。醤油なしでいただきます。皆さんすみません。うわいいな。あ、こうしたよ。あの断面あったやん。あそこの断面にレモンが入っちゃってるのよ。うわ、噛めば噛むほどやっぱりレモンがこうギューとか、お塩がグーとか、グーとか。めちゃめちゃうまい。2貫ですよね。おお、まだ、おい待て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 。じゃあいただきます。はい、どうぞ。ふだてる、足にくる、これ足にくる。続いてマー君、これいってみようと思います。了解です。塩つけましょうか。いきます。おー、これも塩なんだ。塩いただきました。醤油は2貫目ということで、ね、あー、なるほど。さっせー、いただきます。シャリがうまい。塩めちゃめちゃ合う。米がうまい。びっくりする、びっくりする。じゃあ、私こちらをどうぞ。細切りにしてね、イカそうめんですね。うわーそうめんみたいになってた。うわーうわー美味しそう。こんな美味しかったわ、オリイカって。作る人、さばき方、一つでさこんなん変わるで。どれいきます。これ、この海苔のやつですね。いただきます。はい、いってらっしゃい。いいかな。あどんな感じです。こんな感じになる。もう一回になる。これ何ですか。これずっと気になってたんですか。カリです。あ、大葉先輩。大葉先輩で。大葉も僕好きなんですよ。あ、醤油うまい。塩も良かったけど醤油も合う、ね、甘い。甘い。イカ甘い。こうわかります。あのシャリが高いっていう香りを出すため、ね、温度って大事なんですよ。一番わかりやすいのがビール、うん、ビールは同じ味でも冷えたのとぬるのって、うん、冷えたのが美味しいよ ね。でも同じ味なんですよね、うん、同じ味で作られてる。もともとはね、まあ、やっぱ温度によって全然違う味になってる。確かに、はい、なるほど、うん、で、脇を締めて
握る、脇を締めて握る、握るっていうのは左だけの動作です。握るっていうのはね、こっちは押さえてやるだけ。ああ、支えてやる。はい、ゆっくり握ってますからね、僕。わかりやすいですか。一回普通に握る。早い。普通の店ではそういう感じで握ってるってことですね。本手握りっていうのは、これが普通の小手返し。一回握って返すときにひっくり返して裏にしてくるっと回してましたね。はい、お寿司が完成しました。完成しますよ。すごい。しめ鯖ですねのお寿司、これアオリイカのアジサイ見立て、こちらがヒラスになりますね。でアオリイカ、まあ、創作していただきましたね、これね。こちらがアジになります。こちらがマグロ。はい、こちらタコの柔らかになります。これマー君釣ったタコですよ。はい、僕が釣ったタコですから、絶対柔らかいです。あ、僕が釣ったか柔らかいんですよ。知らなかったですか。このタコ、小豆で似てるんですよ。小豆、こちらなんですよね。え、何、小豆ってことは何、あのお餅とか入ってるような、あのほら、これで、これで甘さを出してるんですね。砂糖は一切使ってないですね。まあこれちょっとかけてみます。うわ、いきます。バファリンやもん。タイガーラを煮出した食べるお吸い物で、はい、まあ、この、 あの野菜の下にはあのタイガー、タイの頭が、お吸い物です。めちゃめちゃうまそう。さっきからずっと長くなってるんですよ、ね、もうじゃあ食べていきましょうか。食べましょう、はい、いただきます。大将ごちそう、いただきます。いただきます。いただきます。うまっ。おう、まっ。うまかったね。よかった。吸い物めちゃめちゃうまいですよ。しめ鯖の寿司ですね。どう、わかる、めちゃめちゃ脂が乗ってる。もう幸せ。今からですね、はい、大将がね、はい、バッテラ作ってくれるそうだから。バッテラって何ですか。まあ、バッテラってね、あの押し寿司みたいなやつですよね。そうです、そうですよね。あのポルトガル語なんですね、バッテラって。あ、そうなんですか。はい、船底っていうんです。片手で押した形が船底に出てるからバッテラ。まあちょっと巻きすとかね、いろいろ道具がないんで。でももうなってますけどね、形なってますよね。空気を抜かないといけないですね、シャリのね。なるほど。なんでかっつったら、押し寿司っていうのは気持ちさせる食べ物ね。お土産用とかね。ああ、はい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 。だから家に帰って初めて美味しくできるように作られてるんですよ。なるほど。空気を抜いてね、酸化を防ぐためにね。時間が経っても保湿を保つために砂糖を多く入れるんですね。なるほど、なるほど。このままでは出しません。ここでこう皮目を炙ることによって油を引き出す。うわー、助けて助けて助けて。もううまい。匂いがやばい。うわー、綺麗じゃん。うわー、ちゃんとなってるやん。ちゃんとなってるやん。匂いやばいね。匂いやばい。これはやっぱりこうかぶりにして、家に持って帰った時にちょうどサバとご飯が馴染んで美味しくなるっていうのはやっぱその文化だから。なるほど。ただ今食べる。やばいやつ。うま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 。片身使ってるからね。うま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 。おお。こっちが終わってないのに食べたらダメだもんまだ。我慢できずに行っちゃってるじゃない。炙って油が出るのよって。これは何ですか大将。これはあのバッテラの磯辺巻きですね。おい、うまっ。うっけ、早い、うっけ。さっきと全然違う。あー、ほほほほほ。海苔が包み込んでる。うまいもん。はい、
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。日本一のお寿司っていうことで、めちゃくちゃうまかったです。めちゃめちゃうまかったですね。イカのさ、切り方でさ、味がちょっと変わっていったやん。あ、そうです。あったね。あれちょっとやってみたいわ。お寿司じゃなくても刺身とかでもいいってことだよね。塩もレモン塩。みんな絶対試した方がいいですよ、うん、1回はおすすめです、うん、今日はね、美味しそうだなと思った方はチャンネル登録と高評価とやってもらえると絶対嬉しいですコメントに関してはもうマー君が大喜びするからうわありますからね震えが来るんですよ、だんだんぜひね、コメント動画もねお願いしますお願いします書き込んでいただければと思いますそれではお疲れ様でしたお疲れ様でしたご視聴ありがとうございましたありがとうございましたバイバイチャイチャイ